金五手金五手は、主に左官工が使用する、金属製の道具、小手の一種。壁面や天井に土やモルタルなどを塗る際に、また土間等に、コンクリートやモルタルを鳴らす際に使用する。塗る以外にも仕上げ作業などにも使用するが、用途によって使用する小手の大きさや厚さは異なる。壁面や天井に、 モルタルや土を塗る場合には主に2 0トルから3 0トルの長さのものを、トマを鳴らす場合には3 0トルから4 5トル程度のものを使用する場合が多い。仕上げをする場合にはコテの厚みが薄い方が綺麗に仕上がる。主に0 5ト、mm、ル厚のものがよく使用されているようであるが、それぞれ職人の好みによって使用するコテのサイズは、 これと言って決まっていない。薄塗りをする場合には、角ごてを使う。近年、コンクリート壁面等の素地調整に適した材料が、多く開発されていることもあり、その需要が大きくなっている。金ごての日本における生産シェアは、兵庫県三木市のものが90%以上を占めている。江戸時代に、西、田や肝臓が起こした西館で修行を積んだ。 単ヤ職人が方々に散っていき、現在の名だたるブランドが存在するという説がある。ありがとうございます。